どうもさるです今回は以前にもお伝えした通り、Amazon のタイムセール祭り、ファッションタイムセール祭りというのがスタートしましたので、このセールの詳細、そして現在セール価格でどういったものが販売されているかなど、一部の製品ではありますが、そちらにつきましてご紹介していきます。まず、今回のセール、期間としましては、5月9日日曜日の23時59分までとなっています。 アマゾンがだいたい1ヶ月ぐらいに開催するタイムセールマシーとほぼ同様の内容にはなっていますが、今回はそれに加えファッション関係のアイテムが多いセールになっています。ただ、この後ご紹介しますが、別にファッション関係のアイテムだけではなく、その他の家電製品だったり、ガジェット、食料品関係だったり、様々なものがセール価格になっています。そして今回のセールにつきましても、同時にポイントアップキャンペーンが開催されます。 最大5000ポイントが獲得できるキャンペーンになっており、Amazon のポイントは1ポイントが1円に相当しますので、もし MAX の5000ポイントを獲得することができれば、5000円分のキャッシュバックが受けられるような形になります。では、こっからは現在のファッションタイムセール祭りでどういったものがセールになっているのか、それから個人的に気になったセール商品などについてもご紹介してみます。まずはやはりファッションタイムセール祭りということで、 ファッション関係のアイテム。これは単に服関係だけではなく、腕時計だったり、シューズ、バッグなども含まれます。その辺の製品がかなり多くのモデルがセール価格となっています。特にこれから暖かくなってきますので、春夏用のアイテムだったり、また新学期も始まりましたので、少し遅れてはしまいますが、新学期用の靴だったり、通学、通勤用のバッグ関係を購入するというのもいいかと思います。 例えば、靴につきましては、こんな感じ。ニューバランスやアシックス、アリダスといった有名メーカーの様々な靴がセール価格になっています。こちらはアリダスの製品で、おなじみのスニーカーがセール価格になっています。アシックスの製品はどうかと言いますと、こんな感じ。スニーカーやスポーツ関係のシューズなども様々なものがセール価格になっています。これからマラソンなどを始めたいという方も、今回のセール中に商品を購入しておきますと、 より安い価格で購入することができる上、ポイントも貯まりやすくなっていますので、お得かと思います。バッグ関係につきましても、リュックから買い物にも使えるようなバッグまで様々なものがセール価格になっています。リュックにつきましても、プライベートで使うものはもちろんのこと、ビジネスなどにも使いやすいビジネス用のリュックなどもセール価格になっていますので、自転車で通勤されるという方なども、今回のセールで購入しますとお得かと思います。 また、腕時計関係につきましても多数の製品がセール価格になっています。有名なブランドですと、カシオの G-SHOCK シ,シリーズだったり、あと同じくカシオでもアウトドア向けのプロトレックというブランドの腕時計も今回多数のモデルがセール価格になっています。その他、シーズンだったり、タイメックス。パッと見た感じ、スマートウォッチはあまりセール価格にはなっていないようですが、普段使う普通の腕時計、 購入を検討している方は、この機会に購入するといいかと思います。では、ここからは個人的に気になった、現在セール価格で販売されている商品、ご紹介したいと思います。まずはこちら、ファイヤー HE8。このカバーとのセットモデルがセール価格になっています。通常価格は13,460円のところ、現在のセール中だれは12,460円で購入することができます。カバーにつきましては、無地のもののほかこのような ディズニーのキャラクターが選ばれたカバーなど、すべてのカバーとのセットモデルがセール価格になっています。この Fire HD8 は Fire HD8 と HD8 Plus という2つのモデルが昨年登場し、マサルも昨年発売と同時に購入していますが、やはり8インチというちょうどいいサイズですので、ベッドの上で動画を見たり、本を読んだりするにもちょうどいいサイズの製品です。同時に発売された Fire HD8 Plus につきましては、 カバーとのセットモデルではなく、ワイルス充電スタンド、そのセットモデルの方がセール価格になっています。こちらは、例えば 64GB モデルになりますと、通常が2万円近い価格化する中、セール中であれば16,980円で購入することができます。こちらのモデルも本体、そしてワイルス充電スタンドを購入していますが、ややワイルス充電の速度は遅いので、少しその点注意する必要はありますが、 スマートスピーカーのような感覚で使いたいという場合は、スタンドに置いたまま使うことができますので、充電速度は遅いものの、そういう用途で使う場合は、この製品はとても使いやすいモデルになっています。そして今回意外だったのは、まだ発売されておらず、現在予約を受け付ける段階の最新モデル、Fire HD10 Plus。この HD10 という12インチのラインナップでは、初めてワイルス充電に対応したモデルになりますが、 この製品も今回のセール中、セール価格になっています。価格につきましては、64GB モデルで通常約3万円のモデルが今回のセール中であれば26,980円で購入することができます。実はもう先日、このモデルは予約をしており、今は商品が届くのを待っている段階ですので、残念ながら、マサルの場合は通常価格で購入してしまい、少しもったいないことをしてしまいましたが、 もしまだ注文していなかったという方、そういう方の場合は、今ならばこのセール価格で購入できますので、通常価格で購入する必要はなく、より安い価格で購入でき、とてもお買い得になっています。この種の最新製品がセール価格になるということはなかなかありませんので、この最新モデル、購入を検討していたという方は、セール価格になっている今が一番お買い得かと思います。その他、ガジェット関係ですと、こちらのユーインの USB 充電器、 この製品は少し特殊な工上をしており、まず Type-C を搭載した端子の方は、コードは基本的に取り外すことはできなくなっています。本来スマホやタブレットの充電をする場合、これでも全く問題ありませんが、それに加え USB-A 端子も搭載していますので、この端子に別の USB ケーブルを接続すると、同時に複数の機器を充電できるという製品になっています。本体もコンパクトですし、急速充電にも対応しているということですので、 これ1台で最大2台の機器を充電することができ、とてもお買い得かと思います。肝心の価格の方ですが、現在のセール機種であれば、1504円で購入することができます。その他、こちらはヘルスメーター、要は体重計で、こちらにつきましては、このような表示部分もおしゃれな LED で表示される、デザイン的にもかなりこだわったモデルになっています。前面もスッキリしていて、埃が溜まっても掃除しやすい構造になっていますので、体重計、 購入を検討した方ははこののモデルななど,どいいのではないいでかと思います評価もとても高く、現在2119件の評価が書き込まれており、星5つが満点の評価のうち、ほとんどの方が星5つを付けているなど、体重計の中ではかなり人気の製品となっています。こちらはセール期間中であれば、1519円で購入することができます。その他、こちらも先ほどの充電器と同じく EWIN というところから販売されています iPad 用の カバーとキーボードのセットモデルになります。この種の製品の中ではとても安く、価格につきましては3664円となっています。注意点としましては、キーボードは一見すると優先接続にも見えますが、Bluetooth 接続になりますので、キーボード側にもバッテリーが必要というところはあるものの、なんといってもこの価格でカバーもキーボードも手に入れることができますので、コスパという観点ではとても優れたモデルになっています。 その他 EWIN ではその他の製品も現在セール価格になっておりこちらは普段であれば5000円する Bluetooth のキーボードですが現在のセール期間中であれば3104円で購入することができます少し特殊なキーボードとなっておりテンキーがついたキーボードでテンキーの下にはタッチパッドもついておりマウスがなくてもこのキーボードだけでパソコンやスマホなどを操作できるようになっていますこの種のキーボードというのは 配列が英語配列のことが多い中、この製品は日本語配列になっていますので、日本人にも使いやすいキューボードになっています。あと、こちらは USB ケーブルや充電器でおなじみの a n カー r のパワーコアソーラー s 2万というソーラーバッテリー内蔵のモバイルバッテリーになります。モバイルバッテリーとして使うこともできれば、LED ライトが搭載されていますので、ハンディライトのような使い方も行うことができます。なんといってもソーラーパネルが付いていますので、 どうしても近くに電源がない場合は太陽光で発電することもでき、災害対策用としてこれを持っておくと便利なのではないかと思います。価格につきましては通常が約6500円のところ、現在のセール期間中であれば5192円で購入することができます。その他、Fire タブレット以外のタブレット、普通の Android OS を搭載したタブレットとしましては、こちらの t e c l a s t P80 というモデルが現在セール価クになっています。 スペックは決して高くはありませんが、何といっても価格は安く、セール中の価格であれば7565円で購入することができ、既にいくつかタブレットをお持ちの方がサブ機として購入するというのにはちょうど価格的にも適しているかと思います。ということで今回は現在 Amazon で開催中のファッションタイムセール祭りでどういった製品がセール価格になっているのか、個人的に気になった製品からこの種のセールがよくセール価格になる Amazon デバイス、Fire タブレットについてご紹介しました。なお、今回のセールでは、同時にポイントアップキャンペーンが開催されており、このキャンペーンにつきましては、ポイントが溜まりやすい条件というのがいくつかあります。その辺の詳細につきましては、動画の概要欄の方にリンクを貼っておきますので、このキャンペーンの詳細が気になる方、また先ほどご紹介した、現在セール価格で販売されている製品のリンクも概要欄の方に貼っておきますので、そちらも興味のある方は、 概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。